今日26土曜日ですね。まあ、大会後競技場に行く2回目ですね。まあ、木金はちょっと別の仕事があるんだけど、なかなかトレーニング時間取れない曜日なんだけど、まあ、自分の家の前とかでね、本当基礎的なドリルとかはもう毎日やろうと思ってやってます。で、大会動画が出て 2,3 日経ったんだけど、もうコメント欄があったかいっすね。本当にもう涙出ましたね、コメント欄見ててね。でもう過去最大でコメント数ですね、400ぐらい今現時点で来てて、これって本当10万再生とか20万再生ぐらいの動画につくようなコメント数なんですよね。いやー、本当にありがたいし、一個一個ね、魂こもってるんですよ。まだ全部見切れてなくて、でインスタの DM もね、現時点で、150ぐらいの DM が来てるんですよ。でその中にはなんか多いから多分自分の見られないと思うけど、思いを伝えたいみたいな感じで言ってくれてる人もいるんだけど、全部目通したいと思います。今はね、ほんとね、暇な時間全部使ってこう一個一個読んでて、いいねつけるの簡単なんだけど、全部ちゃんと読んで理解してからハートとね、いいねをつけたいと思ってるんで、ちょっと時間かかってます。全部見切れてないので、なるべく返したいけどね、さすがに400、500を返す時間がないかもしれないけど、なるべく返したいな。それぐらいね、適当なコメントはないですね。でその中でコメントにもあったんだけど、自分が思っちゃうのは、なんかこれですごくホッとさせてくれたりね、俺はまだ陸上やってていいんだなとか思わせてくれるからこそ、やっぱりそれになんか甘えすぎちゃいけないと。まあやっぱりクソな結果だったことは変わらないので、そこに救いをくれたのは皆さんですけど、僕が救われすぎちゃったら意味がないと。このクソみたいな屈辱を味わったことが原動力には絶対なるんで、毎日ね、あのクソみたいな走りの動画を見て、もう朝には悔しい思いになって一日過ごすっていうのをちゃんとやんなきゃいけないなと思って、すげえ嫌だけどね、自分のいやダメな走り見るっていうのは見てますでやっぱ悔しいし焦りも感じるから、それをただひたすらがむしゃらにやる。でいろんな意見とかフォームとかいろんなアドバイスくださる方もいるけど、まあ、ケンちゃんと話して決めたことだけど、今回の10日間っていうのは、次の大会までは、まあ今まで積み重ねてきたことはやるんだけど、もう本当にベーシックな練習、中学生がやるような、高校生がやるような、本当に初めて陸上がやるような、やる人がやるような走り込みとか、フルスプリントしっかりやるとか、基礎ドリル A スキップ B スキップとか、もも上げとかをしっかりやることを大事にして臨もうと思ってます。なんか今までのちょっとね、ウォーカーさんドリルとか脱力の練習が意味ないとは思ってないので、それをやった上で足りなかった基礎とか当たり前のところをなるべくつけて、であとはケンちゃんが言ってくれたように、自分の引き出しがいっぱい増えたはずだから、その中で今マックスってどれなのかを探すべく、まあ人としっかり走ったりタイムっていう指標の中で選んでいく、でベストを出すっていうのが今だと思うんで、やっていきます。今日もやります。これをね、いつも持ち歩くようにしてるんですよ、屈辱の7番。これはね、タイム出るまで捨てませんよ。シダバン、はい、この日は私とケンちゃんで主催している、走り込みトレーニング会というところの、トレーニング日でした。本当にね、あの子供から大人まで来ますし、実力も本当11秒台の方、12秒台の方、ケンちゃんみたいに10秒台の方とか、ね、本当にいろんな人が来てくれるので、僕としては本当貴重な、あの他の人と、勝負できる場なので、それを大事にトレーニングしました。いやでも前回の大会の大きな反省点が、やっぱり自分よがりな、フォームによってしまって実際のスピードがわからないって感じだったので、そこを確かめるべくバチバチに走り込みで、皆さんと勝負することを目的にやりました。この他こうやってね、ケンちゃんがね、初心者の方とかにも指導する時間もあるので、いろんな方が来ていただいていい場所かなと思います。ただ僕はもうこの日はもう勝負、もう全員にバチバチに走っていく、もうフォームをちょっと二の次にして、もうしっかり出力を出して、マックスの、フルスプリントをしっかりやっていく、でザワチンとかね、11秒台後半の PB 持ってる人にしっかりついていく、
あとは自分の中でマックスの中でも今は負けたね。今多分この画角では勝ったんじゃないって映像だと思う。負けました。 今勝ちました。最後は最後刺された。すっげえいい笑顔してるし。いやスタート失敗してもまだ大丈夫だな。まだ12秒4台はまだいけるなって自信つきました。まだ出てないけど大会の次の日ケンちゃんとしたのは中学生みたいな練習をしようと。ありそうですね。こいつ絶対殺してやるって走ってた中学生。これやるわ。お前だけは今日生きてこの距離を出さない。本当に悔しい。まあ、こうやってねザワチンがしっかり、ね、敵役をやってくれてるのでめちゃくちゃいいモチベーションでバシバチに走ることができました。でメニューとしては50を5本とかだったかな。で今ケンちゃんが説明しているのが減速走ですね、30メートルフルスプリントをしてそこから50メートル、出力を使わないでスピードの維持っていう感じですね。まあ、脱力の練習であるんですけど僕は全身を脱力してしまったのが前回の反省点なんで、スピードを維持するためにどこを抜けばいいのかっていうのを確かめてやりました。そしてねこれが最後補強トレーニングでやったんですけどサイボーグドリルって皆さんご存知ですか。ハラケンチャンネル見てる人は分かると思うんですけどなんかこのダニエル10秒8の選手がやってくれるねトレーニングで俺はすごい好きなんだけどなんかみんながね見ると笑っちゃうんですよ。なんかすごすぎて笑っちゃうんですよ。ちょっとね見てみるといいかもしれない。迫力すごいから。師匠もう一本だけいいですか。いいですか。すいません初なんでサイボーグを練習してる風景って何なんだ何なんだあれ。みんなでひたすらねサイボーグドリルですね。まあこのトレーニングの内容っていうのも、まあ、腸腰筋のトレーニングとか体幹の固定もありますけど一瞬にして全身を連動して出力をかけるっていう練習みたいですね、アクティベートとしてアップでやるといいかもしれません。ここでトレーニング終了です。シダバンですが私は終わりません、ここのトレーニング会ではね結構出力を出すようなトレーニングでしたけどちょっとやっぱり中高生がやるような当たり前のトレーニングを僕はやってきてないとこも伸びしろだと思うんでちょっとここからは 200m とかロングスプリントも僕は毎回トレーニングで入れていきたいなと思ってます。あ今声出してくれましたけど走り込み会の方々もね残って応援してくれたりね本当ありがとうございます。いやでも200前よりはちょっと走れるようになってきた感じはあります。え？なんて？いや普通に早く見えるんだけど。あこれ動画待ってんすか。いや普通に今いい感じでしたけどね。いや白板走ろうと思ったらこんなに雨が降ってくるっていうね。持ってますね。本当にやめてほしい。白板が走るって言うからこうやって雨降ってる。めちゃめちゃ。最近動画の6割雨なんですよ。いやだけど絵になってる。あ絵になってる。いいでしょ。この雨の中200をやるっていうのが中高生の練習っぽいでしょ。いやもう中高生の練習をしっかりやるっていうのがもうここまでのね、うん、多分中高生もう雨だったら走らない。え中高生じゃないこれ。俺中高生やろうとしてんだけど。え中高生いますよね今俺見てないけど。いるよね今。いない。いない。俺に見えてないの。全然な中高生は雨の中走りません。違いますこれ。また間違っちゃった。でも走ってる感じめっちゃ良かったですけど、ね、いや気持ちよく、うん、なんでだろうなんでだろうって言うんじゃねえ。それは言ってたのよ。ずっと気持ちよかったっすよ、はい、あと2本いきますんで。あと2本いくの。いきます。マジっすか。ちょっとインターバル入れて、はい、いきます。いや200のトレーニングの意味っていうのが僕はあんまり分かっていなくて、なんか 100m 走なんだから100をしっかり極めればいいんじゃないっていうふうに思ってたんですけど、やっぱしっかりやってみると、なんだろうな、僕みたいに技術がない人ってこう長いスプリントの中での方がいろいろこう、あこの方がいいなとか、この設置の仕方いいな、今良かったなとか、いろんな気づきがあるんで、やっぱりこういうロングスプリントを重ねるのはいいなっていうふうに思いました。とか思えば逃げてたんだろうなって。ちょっときつい練習ですからね。ただ良かったけどきつかった。マジできつかった。でも今後もやろう。あー寒いですね。寒いですね。うん多分ね、あの中に水たまりできてますね。多分いやけど走りいいっすよね。200ミリしたら体感もすごい綺麗だったんですよね。うんすごいフォームが良かった。
な流しにしてずっと遊べるこれでやっぱあの大見たら流せるメンタルすげえ、うん、それはシダパンの面白いねこれ怒られるやつだ何千人に応援されて流すっていう、うんうん、また DM で死んでますね死んでますがちょっと皆さんに聞きたいのが200をやるときにどんなインターバルとか何歩やった方がいいとか何秒でやればいいとか11秒台目指す人の設定をぜひともコメント欄で教えてください大事マジでじゃあ最後アンチタイズ絶対に勝ってしないんで、はい、200初めて走った俺にあ200嫌な人いっぱいいるじゃないですかきついからロングスプリントそんな人たちが俺たちもやりたいと思うような一言絶対カットしないんで言ってもらっていいですか絶対カットしない今回はサッとするだって俺がさ今200の大事さ分かったわけじゃんみんなにも走ってほしいって思うのは分かるでしょカットするわけないでしょそれ、うん、しないそれは絶対カットしないやつだこれ絶対ザチンもしないもん、うん、しないために撮ってるし、うん、そうそうそうそのために撮ってるお願いしますだってちょもうすぐ話す大丈夫っていいあすごい新しいパターンだおすごい行っちゃっていいよ行っちゃっていいよやっぱインスピレーションだよこういうの確かにね考えたらなんだよなお願いします絶対カットしないんで行っちゃおうかお願いしますもう全然いいよちょこれさこのポーズ撮ってもらっていい俺も参加すんのとりあえずこのポーズ俺が俺をカットすんのこれ自分でこれこのポーズ撮ってはいそれ大丈夫だあやだやだ注意されてんだやだいいよせーの200メートル